わかる？場所、色。うっすら。うっすらじゃなくて、完璧じゃない。ちょっと待って。黄色、赤、緑。黄色、赤、緑。これは決まりなの。一般教室ですから、覚えてるから。で、下からつけてますね、一番ね。アルコールちょっと湿らせて、クリームつけて。クリームつけて。で、この皮膚のところに脇の毛。この色を覚えてね。うん、俺が覚えるのなかなか忘れちゃうからさ、明るい色が上、うん、暗い色が下。そうするとこの4本だったら黄色と赤の方が明るいじゃん。緑黒のが暗いじゃん。で、あとこれは上、左側がこれとこれで言うと明るい色が黄色だからこっちが黄色かな。緑と黒だったら上の方が明るいから緑が上と、そういう風に覚えてるけど、まあどういう覚え方でもいいです。はい、そんで、もうちょこっち持ってきた。取る方も覚えてる。はい、見える？はい。うん、インチョも間違いやすいんだけど、うん、B を押す。A と B やって、B を押すと、この測りが出てくる。B が30秒あるね。で、ここに、うっすら青い点々が出てくるから、それが30秒の目安。なんか、このまま状態30秒間が保たないと、いけないので、やる気がないとします。で、撮影して。で、撮りながら、ちょっと撮影する。撮影するのは3分前後です。で、記録できますってここにちょっと出てくるから、うん、で、これの時はもう記録のボタン押すと紙がずっと出てくるので、で、海苔とかアルコールでベチャベチャになるのでちゃんと拭き取って、はい、一回止めます。はい、楽にして。